どうもキャラバンです。こんにちは。ですね、キャラバンはですね、毎年新年にですね、新年祭というイベントをやっていまして、こうクラブチッタでですね、こう振る舞い酒をしながら、こう今年1年よろしくお願いします的なイベントを毎年やってるんですけども、来年度2016年もですね、またやることになりまして、そのお知らせをちょっとしたいんですけども、だいたい毎年こう樽酒でこう鏡開きしてみんなに振る舞ったりしてたのが初めだったんですけど、だんだんこう形を変えてきて、去年あたりからビールとかを振り舞い出しまして、で、まあ、ちょっと樽酒の時はですね、割とこう本気で泥酔しちゃう人とかも出てきて結構大変なことで、であとマスをプレゼントしたりおチョコプレゼントしたりしてたんですけども、去年はこうブルームーンビールさんと一緒にこうブルームーンビールを振る舞って、でビアジョッキを作って、オリジナルビアジョッキを作ってプレゼントしたりもして、ですごく好評を得たんですけども、今年もなんかじゃあビールがいいかもなと思っていたところ、なんとこのコロナエクストラがですね、協賛してくれることになりまして、皆さんに漏れなくコロナビールを振る舞いたいと思います。ぜひ遊びに来てください。それであ、そっか、ちょっとじゃあせっかくなんで試飲していいでしょうか。これメキシコのビールで、すごくさっぱりしたカラッとした暑い中飲むのがいいと思うんですけど、冬にみんなでこうぎゅうぎゅう詰めの中飲むビールも美味しいので、でこうライムがねまたいいですよね。美味しいですね。軽いのでこうグビグビ飲めちゃうというか、割となんだろうね、麦茶感覚で多分現地の人は昼間からいい感じで飲んでんだろうなと思いますけど、ぜひ皆さんこうビール飲みに、乾杯しに、で今年も1年こう健康で音楽ができますように、それからみんながハッピーな気持ちで1年過ごせて、で健康でいれますように、なんかいろんな思いを込めて、こんな時代ですから、ものすごくこういう当たり前にみんなで遊べることが実はすごくハッピーで、なかなかありがたいことだということで、なんかそういうのもあって、わざわざお祝いということでですね、新年祭をまたやります。ぜひ遊びに来てください。日にちがですね、1月の31日、川崎のクラブチッタです。なんかクラブチッタさんもすげえなんか年々こう協力体制になってきて、今年何やるんですかみたいな話になってるということなんで、そういう現場のバイブスもすごくいい塩梅なんで、ぜひ皆さん遊びに来てください。待ってます。キャラバンでした。